宮城生協では自宅療養者に配布する食品や日用品を発送する作業に追われています。今後さらに自宅療養者が増えた場合に備えて人員の確保も進めているということです。宮城生協では仙台市が自宅療養者に配布している食品や日用品の仕入れから箱詰め、発送までを請け負っています。こちらが自宅療養者に届けられる応援パックです。おかゆやゼリー、スポーツドリンクのほか、トイレットペーパーやティッシュなど1週間分が用意されています。日を追うごとに発送する量が増えていて、昨日発送したのはおよそ70人分でしたが、今日はそれを上回る107人分を発送しました。今日は6人で箱詰めの作業を行いましたが、今後さらに自宅療養者が増えた場合は人員が不足するため、他の部署にも応援を依頼しているということです。日をごとに増えておりますけれども、苦しんでいる市民の方々大勢いらっしゃいますので、お役立ちの気持ちを持って、商品枯渇しないよう、今後対応していきたいと思います。